0.5ミリは安藤桃子の小説。2011年に検討者より出版された。自身の介護経験をもとに着想を得て書き下ろした。2014年に同名タイトルで映画化された。題名の意味は静電気が起こるくらい近い人と人と,人との距離感が0.5ミリと本人が語っている。介護ヘルパーの山岸沢はある日派遣先で寝たきり。 老人の娘から唐突に、メイドの土産に、おじいちゃんと寝てほしい、と依頼される。沢は添い寝するだけとの条件で引き受けるが、その日のうちに大事件に巻き込まれ、職場も住居も失ってしまう。住み慣れた町を離れた沢は、見知らぬ、土地土地で見つけた訳ありの老人に付け込み、彼らの生活に入り込む、押しかけ、ヘルパーを始める。監督、 脚本は作者である安藤が担当し、主役には実前の安藤桜を迎え、エグゼクティブプロデューサーはジップの奥田栄治、フードスタイリストは実母の安藤和が務めた。ロケは2013年3月から4月にかけて高知県で行われ、同年10月の四万とお客映画祭で初上映。2014年10月に高知市の城西公園に設置した。 仮設劇場で先行上映した後、11月8日より全国公開が開始された。ユキコの家族と元夫新壁家の関係者その田沢が出会う人たち、ありがとうございます。